さっきのあの格納容器のラプチャーっていくつだっけ、いくつで吹けるって言ったの、 0.85、 あと 1.5、 0.15 だ、あとそうです、ベント開けた方がいい、SR 弁を開けるんですよ。 SR 弁早く開けないとどん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 上がってちゃう、0.7、 ベントですね、ベントが一番先だ、そうベントが先だね、ベント、ベントが先です、この通り、ベントできないと圧力、あ、ちょっと格納容器は壊れる、ドライベルの方のちっちゃいベントも開けるしかないんじゃないですか、ドライベルと、そうドライベルと小弁しかない、小弁ちょっとそれ聞きますから、すいません、あのサピちゃんの小弁、サピちゃんというかウェットウェルの小弁、美解だと思ってたんですけど、どうもやっぱり空いてないみたいなんで、おいおい、早急にあのドライウェルの小弁を開けなきゃいけないと思ってます、うん、それちょっとあの許可をいただけますでしょうか、あどうぞやってくれ、だってやらないと壊れちゃうもん、じゃ誰やってるか、じゃあドライウェルの小弁開ける方向で調整します、うん、ドライウェルの小弁っていうのはそのままあの生状態出ていますからね、格納容器の中の、はい、あれ物山で出ちゃうんですよ。いやもうだけど開けなきゃ、もうでもやるしかないですよ。開けなきゃ加圧しちゃうんだから開けるかない、うん。もうこれはブレイクするのもう後のこと考えないで今やるべきだと思います。開けるんだよこれ。うん、うん、いや開けるんですけど風向きだけ見といてください。で開けるってこと言わないとダメだなこれ。風向きはニーフドスタックで 北風です。はい。ま真南の方に向いてます。ニーフ方向に向いてます。ちょっとさニーフに、ニーフが上がるよ。